台風6号の情報も心配ですが、この後は熱帯低気圧の動向もちょっと心配となってきそうですね。はい、そうなんですよ。今南鳥島の近海に熱帯低気圧があるんですけれども、はい、まあ、それがこの後発達しまして、ね、台風7号になる見通しなんですね。で雲画像をご覧いただきましょうか。こちら現在のひまわりの雲画像でして、こちらにありますのが台風6号の雲になります。その東側、この辺りに雲がまとまり始めておりますけれども、これが現在熱帯低気圧の雲になります。まだ台風といえるほどの、まあ、大きなこの渦をしっかりと、ね、巻くような状況にはなっておりませんけれども、まあ、この後24時間以内に台風となる見込みです。でこの後の熱帯低気圧あるいは台風の進路を見てみますと、少ししばらくは、ね、西寄りに進みます。そして北西方向に進路を変える見込みで、だんだんと発達を始めます。で10日木曜日には最大風速30メートルで暴風域を伴うようになりまして、土曜日12日土曜日になりますと今度は35メートル、強い勢力まで発達をする見込みです。でこの先なんですけれども、はい、かなりですね、予報円、この点線で書かれている予報円、これが、ね、非常に大きくなっています。でこちらにあります高気圧の縁を回るような形で北上してくる見込みなんですけれども、この後は、ね、予測モデルによっては東寄りに進むものもあれば、東日本を直撃するものがあったり、さらに、ね、もう少し西寄りに進路を取るような可能性もありまして、はい、かなり、ね、そのあたりのばらつきが大きくなっております。まあ、一方、まあ、週末以降ですけれども、まあ、台風になった後影響が東日本などで大きく出てくる可能性もありますので、はい、まあ、このあたり、ね、最新の動向に十分お気をつけいただきたいと思います。わかりました。まだ進路にブレ幅はあると思うんですけれども、お盆期間中ということで、はい、関東など東日本でも影響です、はい、出る可能性ありそうでしょうか。そうなんですよ。先ほどの通り、ね、勢力がやっぱ、ね、発達しながら北上してくるような感じになりますので、はい、まあ、やはり、ね、陸上近くに到達してきた場合は、まあ、交通機関などへの大きな影響が出る恐れがありますので、まあ、ご予定ある方は、ね、最新の動向をとりわけ、まあ、要注意と言えそうです。わかりました。最新の情報、交通情報もご確認ください。 YouTube でもウェザーニュースをお送りしております。チャンネル登録の上、最新情報をご確認ください。